売れてる人にどうやったら僕ら売れるんですかねって言った方が聞いた方がええやん多分、はい、でその例えば矢沢永吉さんとか、はい、その内田裕也大先生とかには聞いたらあかんと思うけどそれ聞けないですよね聞かれへんし、もし聞けるタイミングがあったとしても聞いても全然意味ないと思うんですよ、はい、申し訳ないベイビーしか言わへんわけよだから意味ないけど逆に俺みたいな人に聞いた方がええんちゃうかみたいなとかあるんじゃん。でもそれがなんか、うん、なんかでもそれにもそれもあれですけど、でも売れるとか売れへんで考えたらもう何にも分からへんもんやもんな、うん、そのでもなんとか案内までこぎつけるでインディーズコンシェルジュは全然そうでしょぐらいで、はい、まあいいんじゃないですか、はい、あ、最後、何ですかこれ、なんか夢のあるお話を一つ、はい、短いのちょっと、抜いてにしら、これこの字が可愛いよ、夢のあるお話を一つ、はい、難しい方のを かけてへんもんな、もう難しい方のを、ほんまや、まあ、ええけどこうええねんで、でも俺一応もう国語で教育実習行ってるから、はい、マジっすか、そうやで、国語で、国語の先生として教育実習行ってんねんで国語結構むずないですか、むずいむずいむずい、もうあの夢のあるお話一つ、はい、じゃあそのにちなんで、ちなんでっていうか、はい、夢あるかどうかわからんけど、はい、最後に国語の教育実習に行った話なんですけど、はいはい、あの言うたらまあ大学僕まあ最終大学辞めたんですけど、はい、あのあと1週間で卒業ぐらいのあのマジですか、最後のゼミの、はい、講義っていうかあの論文を出したら終わりっていうところで、けどそのディスカッションその論文の8割方できた段階で最後なんか教授とか生徒同士でディスカッションしてもっとこうした方がこういうとこがみたいな感じ でそれを受けてで最後提出して卒業っていう流れやったんですけど、ちょうどその ASP のツアーがもうバッチンその時期入ってて、そのまあ結果そのそれを選んでまあそうなんですか、大学辞めたんですけど、まあでも今から考えたら、はい、まあそのちょっとぐらいずらせれるやんみたいなスケジュールはみたいな、まあそう、ね、まああったんですけども、その当時はもうめっちゃ調子乗ってたから、そのサングラスかけてたから大学でもいやほんでその教育実習ね、はい、まあその前に行ったんですけど、はい、まあでもその教育実習に行くまでの受け取らなあかん単位がもう多すぎて、もう言ったらそうなんですよ、大学はね、その例えば普通多分124単位ぐらい取ったらよかったんやったっけ、多分確か、そうやんか、4年間で、でもその教職課程を教育先生になろうと思ったら単位数で言ったら160単位ぐらいまでいくねん、多分40単位ぐらいを取らなあかんねん。だからなかなかのこれあれやん、なんかその難しさではあると思うねん、うん、そのもうみんなが帰る中とか、うん、みんなが例えばもう大体3回とかなったら、うん、もう週俺2ぐらいしか講義入れてへんわとかいうこともあるやん、ありましたね、とかまあそのもう午前のもう絶対必須のやつ以外は、うん、あの昼からの講義しか通ってない人とかいっぱいいてるじゃないですか、はい、そんな中、はい、毎日月曜日から土曜日まで1校目から6校目ぐらいまで取らないとダメなんです、はい、フルなんですね、フルスイングですよ、大学大学に行くこと自体めっちゃ真面目な、真面目もうほんまに、で頭のいい子らはそれがだんだんまあその減っていくんですけど、うん、僕はそのあの1年1回の時に取っとったらいいものも、うん、
落としてしまってたりもしたりして、だんだん増えてくるんですよ。ああ、積もってるんですね。そう、で、その中に一つ、その絶対取らなあかん国語学科教育法っていう、うん、あの授業があったんですよ。で、これはもう絶対、そう、ね、そう、これはほんで3回時に絶対取らないとダメなんですよ。じゃないと4回の時に教育実習に行けないんですよ、その単位がないと。だから、で、なおかつ1回とか2回の時は取れないんです。3回生だけしか選択できなくて、しかもそれ落としたら翌年あの教育実習行かれへんから、先生になりたいと思ってる子は留年なんですよ。そのために、そのために、その授業だけのために3回もう1回やるんですよ。きつ。で、なおかつこの国語学科教育法っていうのがむちゃむちゃ先生怖くて、あ、その担当の担当の教授の人が、子も、あの、大体最初120人ぐらいいてたんですけど、最終20何人しか通らなかったんです、その授業。で、僕もね、もうほんまに毎週、この、まあ、火曜日にやったんですけど、はい、月曜日からもう胃が痛くて、はい、もう言うたらこの時間だ、月曜プリマやってる頃ぐらいから、はい、この時間帯ぐらいからもう大学に行くのがもう緊張しすぎて、はい、で、なぜかというと、その国語学科教育法が火曜日の、2校目にあんねんけど、はい、その模擬授業とかやるんですよ。生徒の前で、例えば、心とか、うんうん、芥川龍之介とか、うんうん、やるんですけど、それが黒板でいろいろ書いていくじゃないですか。で、ここはここはって言ってる時に一回でも書き順間違ったら、そこでアウトなんですよ。そこで見てるんですか？見てるんです、先生。で、それで留年が決定するんですよ。厳しいですね、めちゃめちゃ厳しい。ほんで、例えば1分間スピーチをしなさいっていう授業もあるんですけど、それで、それで、それはその、なぜかというと、そういうことできることによって、その授業で大体自分がこの話何分ぐらいでこの生徒に伝えてっていうのを時間的に把握するために1分間スピーチを練習するんですよ、はいはい、みんなの前で、はい、で、その僕は上出高友と申します、僕が国語の先生になりたいと思った動機はとか、まあ何でもいいでね、はい、朝ごはんは今日パンとパンとパンでしたとかでもええねんね。もうそんなもう全然あかんけどな、はい、もう全然落とされるけどな。1分間きっちり何かを言えれば別に内容は何でもいいねん。で、それはあれ、それを練習して最後そのちゃんと次の授業でテストします。これで1分でちゃんと話まとまってなくて、1分、まあ例えば55秒から1分10秒の間は OK とします。ただ52秒とかで終わった場合アウトですやで。それはもうなんか教えてくれないってことですね。そうだね、見られへんね、自分の腹時計って。そうそう、もうそれで行くと、うん、行きますって言って先生がガチャってやって喋んねん。で、それでもアウトとかなって、結局骨の合宿もあんねん。で、その合宿は夏休みに合宿あんねんけど、そこまでに落ちてる人ももう何人もおんねんね。あ、じゃあもう結構減ってきてんねんね。100人ぐらいおったのに、超えてたのに、もう70人ぐらいになってんねん、その時は。で、合宿行くねん。で、もう俺もそこまでまだ残ってて、運よく。で、合宿でまた何回も何回も朝から模擬授業するねん、みんなの前で、はい、で、とうとう俺もその合宿の時に回ってきて、何やったかな、その時は諸行無常かな、羅生門やったんかな、羅生門、下人が出てくる、はいはい、でそれでこう黒板バーンって書いた時に、もう始まって10分も経ってへんのに、うん、書き順間違ってしまって、わ、そのしかも自分が全然分かってる感じやのに、うん、全然分かってるし書き順もできてんのに、うん、その癖ってあるやん、なんか、はいはいはい、書き順ちゃうって分かってても、うん、この方が書きやすいっていう風に
その人生やってきてるわけやんか、22か3ぐらいの時まで。で、急、やっぱな、ちょっとな、急には無理ですもんね。そうやね、分かってても、そのそこの意識がちょっと飛んでたら、うん、自分の書きやすい字出てまうねん、書き順。しかも喋りながらやったでしょ。そうやね、ほんで、まあ、アウトってなってん。もう言われた、言われてん、あかんっつって、書き順、お前が書き順間違うことによって、あの生徒が書き順間違って覚えるから、うん、アウトや、帰れやねん。でそれな、飛鳥村やで、奈良の合宿の場所が。また偉いとこでやる。そうやねん、もうすごい空気の新鮮なところで、はい、ええところやねん、はい、そこで帰れって言われて、はい、合宿まあ3日か4日あんねんけど、はい、初日でもう帰らされそうなってんや。でももうここで帰ったら、うん、留年決定するし、それをきついですね、もう高校も留年してんのに、これはあかんみたいなここは俺頑張らなあかんみたいな感じで、はい、残ってて、で残ってずっと授業を聞いてて、でその終わってご飯も食べて、先生の部屋に行って、はい、もう土下座して、もう一回お願いしますと、もう一回やらせてくださいって言ってんけど、はい、いやだからお前も分かってると思うけど、それ受け付けてないし、そうやって押してるやつはもう押してるし、その、そうやって残ってきたやつが教師になる資格はあると俺は思ってるから、だからその簡単に教師なんかなれるもんじゃないからみたいな感じで怒られねえ、はい、50歳ぐらいのな、はい、もうおっちゃんにやで、でもいやでもそこはなんとかやねんけど、もうあかんって言われて、まあ一旦部屋戻るわけやん、はい、やばいなと、これどうすんねやろなと思ってて、ほんならそのもう山奥やから、はい、買い出しに何か行かなあかんみたいな話になってて、その先生とその実行委員というか、はいはい、委員の人らが、だけど車で来てあかんし、みんな電車で来てて、買い出しまあ何か足りへんって、明日の朝ごはんどうだこうだってなっててんけど、うん、その車もないしっていうとこで、困ってるみたいな話が噂で俺にもこうたどり着いてん、なんか買い出し困ってんでとかって、で紙でお前さ車で来てるやろみたいな感じで、ああ車で行ってた、俺こっそり車で行ってて、はい、でもうダメ元で、はい、先生僕部屋まで行って車で来てるんで買い出し行きますよっつって、はい、ほんでもう先生もお前何考えとんねんや、はい、車で来たらあかん言うとるやろやってんけど、はい、けど買い出し行かなあかんから、とりあえずお前運転して、はい、俺助手席に乗るから、はい、行こうかっつって、はい、で、もう一人生徒後ろ乗して、はい、で、その山道行ってて、で、はい、先生と買い物もスーパーと、うん、もうめっちゃ離れてるところまで、まあ遠いですよね、もう40分ぐらい車で行って、うん、いろいろ買い込んで、うん、帰ってる最後の山道のめっちゃこうくねってるところで、はい、トラックがもう完全に寝てて居眠り で、はい、このカーブ出てきて、はい、ゆらゆら揺れて、真ん中走ってきてん、トラックが道の、はいはい、ほんで、もうこれ絶対あかんっていうところで、もう思いっきりキュルキュルってやってスピンさして、車、はい、で、スピンビューンってしてトラックもふわーって避けてくれて、なんとか気づいた、気づいたんか、まあもうふわたまたまふわっといったんかしらけど、こっちの車もうスピンしてグワッて逃げて、そのガードレールのギリギリガードレールに当たってないぐらいの道の横のなんか砂利みたいな山道やから、そこにブワッてこう止まって、でもうそうで、トラックはもうそのまま何やかんやそのまま降りていったから、まあ行けたんやと思うねんけど、ほんでもうこれ死んだ、今これ死んでたなみたいな話になって、先生が、はい、うわよかったみたいな感じになって、あのトラックやばいなっていうのはみんな分かってて、もう真っ正面バーン来たから、はい、夜中の山道で、はいはいはい、で、先生もうお前むちゃむちゃ運転うまいなっつって、はい、ようあれスピンになったなみたいな、はい、でもそれはもうたまたまそうなっただけで、はいはいはい、反射できんかも、ね、うん、でそっから買い出し終わって、部屋帰って、はい、先生もなんかお風呂入って、はい、
ていう時にこれもうビッグチャンスなわけじゃないですか、はい、もうちょっとした命の恩人ぐらいまでいってるんちゃうかなみたいな、スケールスキーがやっとできましたよ、はい、ほんであのゴー君っていう、まあ、今沖縄に住んでる、うん、まあ、俺と同じような、うん、もうギリギリなんとかしのいでる、うん、あのドレッドヘアの人がおったんですよ、はい、そのまずドレッドの時点でお前先生になるなとかすぐ言われて、はい、けどなんとか耐えてきた、はい、頭がいいから、はい、でゴー君読んで、はい、ゴー君ちょっとさっきの買い出しとは別に、はい、日本酒とビールめっちゃ買い込んできてんけど、はい、これ持って先生の部屋行ってくれへん一緒にみたいな、はいはい、でゴー君はいや俺明日授業、俺明日模擬授業せなあかんから俺も準備せなあかんし、はいはいはい、真面目だ、それちょっと怖いよ怖い、もうせっかくここまでやってきたのにみたいな、うん、でもゴー君行けるって行けるってとか言って、うん、でゴー君まあまあ行こうかみたいな感じで一緒に行ってトントンで先生開けて、さっきほんまお疲れした、うん、先生もう僕もう今日で帰りますんで、はい、最後一緒にお酒飲んでもらっていいですかみたいな感じで、わーやらしいですね、うん、ほんで、お酒飲んで、はい、先生もまあまあとか言いながら、さっきはありがとうなみたいな、お前ほんまによう避けてくれたみたいな、はい、で、俺はもうほんまに助かったと思ってるからこの恩は忘れへんとか言い出して、いや全然いいですよとかでついでて、はい、で、いやけど先生のそういうまあ、その授業出れば取れるみたいな、点数取れば、はい、取れるみたいな単位の取らせ方じゃないところが僕は好きですみたいな感じ。それは一旦、うん、持ち上げるやん、はい、むっちゃそれって、まあ、その時まあ何年やろな、2000年の時かな、はい、西暦まだそのヤバいやんとか、はい、めっちゃいい感じやんとかがない時代やから、はい、あそれ熱いなって言ってた時代やね。あそれ熱いな、激言葉が長かったですね。そうそうそう、言葉が、激熱やなとか言ってる時やんか、はい、でその先生の、そういうのが熱いですわって言ってて、はい、その先生も高校の先生から、おい、熱いってどういうことやねん、いやだから、先生のここが熱いってことですわって先生の胸にブンブンってやって、はい、ここがっつって、先生でここがっつって、はい、俺も呼ばれてるから、はい、ここが熱いんか、それそういう言葉あるんか今、あ若い子、うん、あるんか、めちゃめちゃええ言葉やんけ、はい、胸が熱なるとはまた違う、はい、なんかこう熱いっていうなんかなんていうんやろな、この言葉、はい、やっぱ調べていかなあかんなみたいな話になって、はい、やっぱ国語って奥深いなみたいな感じになって、うわーって乾杯とかって飲んでてな、はい、でめっちゃ飲んで何食わぬ顔して、はい、次の日も、うん、またその次の日も、うん、追って、はい、で合宿終わってからも、はい、授業もうほんまもう俺行ってあかんのに、はい、何食わんのかをしてずっと授業受け続けてたら、はいはい、通ってて、もうだからしれっといたってことですね、しれっとおったら俺通っててけどそれはそれは先生もたまに授業中目あんねんね、なんでこいつおんねんみたいな感じになんねんけど、あれみたいな、うん、しれっとおったらなんとか行けてて、で教育実習行けてっていう、まあ、それで行ったんですね。そうそうそう、まあだからそれ結局百何十人中、はい、二十何人しかその授業取られへんくて、それはでもやばいっすね、うん、やばい。ゴー君もでも乗り切ってん、ドレッドやのに乗り切ってんで、ドレッドで教育実習行ってて、もうゴー君そうなん、沖縄の、うん、ああ沖縄、沖縄やから縁かどうか知らんけどやで、それでもね、ほんでその次のその年に署名活動みたいなの始まって、その先生があまりにも厳しすぎて、あその3回時しか取られへん単位で、うん、あんだけ留年さすっていうのは、あだからほんまに留年してるってこと、そうそう、生徒の子らが署名活動を起こして、うん、でその次の年にその授業を下ろされてて、その教授、けどまあ最後やったと思う、うん、でその俺はもう司令と単位、うん、取れてるから、うん、まああれやってんけど、署名活動されてる先生の部屋最後ノックして、はいはい、で単位なんか取れてましたありがとうございましたみたいな、はいはい、そしたらなんかいやでもまあな、うん、そうお前もあれそういうまあ
あれやで、例外やけど、うん、今署名活動起こってて、うん、まあ俺もこの授業できへんかもわからへんなみたいな、あもう、うん、これ多分大学側から降ろされるんちゃうかなみたいな感じで、うん、そう分かってた、うん、けど、なんか、それだけが不安やってた。そのなんか授業に出て、うん、頭成績良くて、うん、単位取れてみたいなやつが、うん、教師になれるっていうのは大間違いやみたいなとこが言いたかったのに、うん、って言いながら、うん、話長なるなと思ったから、うん、またお疲れっすちょっと僕バイトあるんでっつってもう帰ったけど単位もらったから帰った。まあそういう夢のあるね、はい、お話でした、はい、まあそういうわけでまた来週もいつも通りということで、はい、ちょっと長くなりましたけど、いい月曜プリマでした、グッバイ、ありがとう。